角又宿は、古く室町時代まで、鎌倉街道、京都から鎌倉の宿場町であり、江戸時代には、美濃寺の宿場町として栄えました。で有名な角又一夜城の近くにある高寿寺の境内には鮮やかな白、紅、桃色のしだれ梅15本が植えられており、美しい紅白のしだれ梅もご一緒に楽しむことができます。宿場町の面影を残す築104年の脇本陣。現在は和雑貨のギャラリーを兼ねた地元名産品ショップになってます。